皆さんこんにちは、バンガードチャンネルのマスト、カンパット、マイナスイースト、マスコミです。はい、ということで、はい、今回は2月3日9日発売、はい、スターパック第9弾リュウジ進行の出してるのが3本目と、はい、はい、ということで、はい、今日戦うのは自分と、はい、大使でございます。でございまして、はい、まあ、自分は今日はブルースを、お、うん、来ました、アンチのカードを使おうかな、ありげー、ディアマンスですね、はい、ディアマンスブルースを、そして僕が今回使うデッキはですね、グリフォギーが来た、あー、ジンキが使っていて、はい、ずっとね、エンディングでもね、何のカードなんだあれってなってたやつが、うん、ついに使えますよということで、もうド派手、とにかく、お、ド派手でございます。ゼロからね、うん、木がね、惑星クレイの運命力を吸って、うん、その運命力を力にいただく。運命力を吸う的な技術もあるんですよね。うん、そう。そうなんです。技術が面白い。まあ、確かに。はい、それでは、バイトしていきましょう。最初はルールちゃん。はい。はい。じゃあ。はい。準備ができたんで、はい、行きましょう。せーの、スタンドアップ、ワンガード、グリフォシード、ディアブロス、イノセントマット。はい、うん、ということで、グリフォシードは珍しい子でございますね。なんだそれは。まずじゃあ、ドローフェイス、はい、ドローします、はい。ライドフェイス、はい、スキップします。ほう、そしてメインフェイス開始し、はい、あなたのライドデッキから最悪カードを1枚選び、ソウルに置くことができます。まあ、これ何でもね、いいんですけど、種類は。はい、まあ、何あ、落ちてきてる感じね。そう、終わりの始まりから始めていきますよ。はいはい、勝てそうだもんね、これ。終わりが始まっちゃったもんな。で、ソウルの最悪カード1種類につけ、このユニットのパワードプラス2000されます。なんで、ちゃんと8000になりますよ。ずっとってことですね。そう、はい、なるほど。ま、でもグレードはゼロ。そう。はい、ありがとうございます。3のドロー、捨てました。ディアボスモードないで、で、ライド。ディアブロスバント、スティール。いや、で、まずはワンドローします。はい。スティールの効果で、ソウルが1枚出して、そちら1。うん。で、横並びと横投げられてもよろしいので、はい、今までではなくなります。いや、はい、チェック。うん、なーい、ほら、負けちゃう。負けないで。フロント。あ、聞きたからの。おわ、ロゴバディから。はい、はい、頑張ります。そしてまた、うん、ドロー、ライドフェーズスキップ、はい、まあでも手札捨てないのか、そう、まあ、これをね繰り返していって、はいはい、こういうふうに増えていきます、うん、また1万にちゃんとなりましたよ。じゃあ1万でバンガード、フォーノーガードいきます。振りで返してやるぜ。おお、すごい、ヒール強いんじゃない、それヒール強っ、ありがとうございます。ありがとうございます。終了、来ました。全部使いながらね。そりゃそうよ、最大値狙わないと。ミーガン切ります、もったいないけど。おで、ライドします。おライド、ヤマサンガーリチャード、おいルイトージョージ、リアガの1枚総量ことで1枚引きます。ほう、1番するのがでもノーガードかな。チェックなし。おー、よかった、ここでまたクリとかになったらもう上げちゃうか。おなんか、あれ、君は隠れてる。なんか数字が。頑張ります。どんどんどんどろ。でもさ、手札増えてくね、強い。そうなんですよ。で、またメインフェイス最悪カードを1枚入れるんですけど、はい、その後に、はい、ソウルからライドデッキにした最悪カードを3枚、うん、こちら表でライドデッキに置くことで、はいはいはい、面白い、手札か山札から、うん、はい、さっきちょっと見えた植滅の竜樹グリフォギーラ君をスタンドでライドすることができるんですよ。ライドしたら、あなたのリアガードさんが2つを選び、龍樹マーカーを1つずつ置きます。知らんことがいっぱい出てくる。まずこれがグレード10。そうです、めちゃくちゃすごい。で、どういうこと？あなたのターン中、あなたのリアガード作の龍樹マーカー1つにつき、このユニットのパワープラス5000ということで、この時点ですでに1万上がる。うん、3つ以上だったらクリが上がります。え、クリ上がるの？そう、この子ですよ。誰ですか、まあね、クリの子をね、出してあげるんですよ。ドラゴンバディカルですよね。この子にグリフォギーラに関係する子でございますけど、死んじゃうと、そう、龍樹マーカーはね、これでクリティカルが上がったと、そういうことなんです。強くね。じゃあここでカウンターヒールを使えばいいってこと、効果でクリティカルが上がってればという。
そうです。あ、ワンチャン流行ったらありそうだね。うん、カウンターヒール龍子を含むヴァンガードがいるので、ここもプラス5000が入ります。はい、じゃあ毎ターン、うん、クリニでずっと殴り続けてくる。強いよ。次に戻しちゃおうかな。みんなリアンガードサイドに上昇してカウンターカスト1することで7枚、7パン頼め。パッタいなーい。えあら、まあ、じゃあいいお預けで、はい、1万3000バンガード。いやここ行ってみけよ。お、野田よし。あらら、クティチュード消えた。1万3000バンガード。あ、なるほど、そう殴ってくるのね。はい、シビアに守んないと負けちゃうな。乗らなかった。ティファニーガード。はい、じゃあここがA 様に28000クリティカルにヴァンガードアタックしたとき、あなたのライドデッキから表の大役カードを、うん、除外します。はいはいはい。で、まあ除外しなかったらあることが起きますよっていう感じですね。うん、まあ1枚目、低いタイミングです。2枚勝つ。来た。でもぶち抜くぜ、いけー。よし、うわー、やべえ。あ、悪いカードが見えました。にっこり。さあこのターンでかかったぞ。賭けに勝った気がする。サンダーのドロー、うん、手札を一番捨てて、おい、ライド、ディアブロス、ディアマンスブルース。イエーイ、ディアマンス、新しいブルースだぜ。ありき。この子はですね、単価指示には一生一気稼ぎにはならないんですけれども、バトルフェイス開始時に、リアガード、ってか自分のユニット全部がディアブロスを含むカードだったら、うん、次の相手のターン終了時まで一気稼ぎになります。で、相手のヴァンガードがグレードサインだと一気爆生になります。きた。一気爆生は一気爆生っていうのと一気爆生両方使えますよと、うん、いうことで、ここメーベル退却させてさしてコール。おい、ディアブロスナックラージャーミル来ました。この子はディアガーサークルに登場した時、ヴァンガードがディアブロスディアマンスブルーサーとカウンターバースしていくことでソウルチャージ1します。やったぜ。そして、ソウルからディアブロスを含むグレードサイン感のオモネットを1枚コールします。スティーブをコール。来た。お、ブースターをちゃんと用意してね。で、ここにグレッグをコール。この子は一気爆生になった時にソウルバストにするとカウンターチャージ1できるんだと。おぉ、そして爆発エロバトルフェイス、バトルフェイス開始時来た。全てディアブロスを含むカードなので、うん、一気爆生来た。うわ、そして一気爆生になったのでグレッグソウルバストにここと悩ましいがこっちだ。おぉ、カウンターチャージ1、リチャードも出しちゃう。そしてパープラス5000来た。そして一気爆生になったのでパープラス1万。こいつマジで強い。スティーブもパープラス5000やばいって、その盾列1万8000ヴァンガードから、ほい、5000、9000、じゃあ2万、3万3000ヴァンガード、ほい、もう守られた、うん、ではいきます。ディアブロスマゾンナメーベルでブースト、うん、ディアブロスビアマンスブルースでバンガードアタックしたとき、まずはメーベルのスキル、バンガードブーストしたときに一気稼い、今一気爆生なんで、カウントバストにすることでトリプルドライバーだと思います。やばい、あ、キャンチーズ持たれ、あ、疲れは、あー、そう、あぶねー。じゃあトリプルドライブになりました。まあちょっと便宜上、はい、ドライプラス1置いておきます。そしてアタックしたとき自分が一気爆生なのでカウンターブラストにすることで縦列を1つ選んでディアブロスを含むディアを全てスタンドさせて、それらのパーパス5000します。2万、トリプルドライブ、ヴァンガード、ノーガードするしかない。お、1枚目クリティカル、やばい、1枚目で取り立てたってことで半端ないっすよ。いや、じゃあ隣がブルース、そして1万、上がる。いやー、これクリティカルで勝ちないな。ボロ投げるでいいぞ。セカンドチェック、強いね。完全にロードチェック、有効金だ。え、あらあら、やってますね。え、やってますよ、見てんの。ほい、おわ、あ、完全ガードが飛んだ。ほい、オーランド君乗らず、変わったガードいっぱい入ってるな。6万8000、でかっ。ダメだもん、バンガード、あ、えらい、完全ガード飛んでる。ああ、終了。ららちゃんとドロップ。もう僕はこのまんまバトルいきます。はい、グリフォギーラからヴァンガードに、でアタックした時にまた1枚除外。ここガードしたら誰に言えないんだよ。あの君ね、そんなの見たことない俺。
本当にそれに関してはそれに関しては本当なことしてない。いやーノーガードノーガードガードはしねえ。それでも勝てねえ。いくぞ。ドロー強い。これ今一番嬉しい取り返しなんだよ。一番嬉しい取り返しだ。ヒールが1、あ、ヒールが1番か。でも2番目に嬉しい。まあ、最後困っちゃう、ね、もう1枚、まあ、もう1枚じゃん。ヒールだったらね。よいしょ、はい、うわー、でもでもでもコンボパーツ残ってんな。アービングをコール。あ、バトルするぜ。バトルベース開始し、おい、一気爆睡になります。3万バンガード。はい、守られた。アタック時アービングスキルソウルブラスト1することで一気爆生なのでパワープラス15000。ノークガード。おわあ、お、はい。いいねー。いやー、しびるねー。願いかなったっすね。グリフォギーラ君見たの最強のか。マジで。それでヴァンガード。オーガード1点。フッ、うわ、強っ強っ強っ。3周目です。ヒールもっとしたい。これでサモンさん。おお、ミーゴン来てくれた。いきますよ。嬉しい顔して。残念、ブレイダー。1枚目、ほい、あ、ドロートリガーだーい。全部上か、もしかして。まず引いて考える。いやー、あるよ。全然あるな。いや、だって別に横を、そう、殴ないよ。そう、どっちも。で、繰り出たら繰り出たら、ね、じゃあ、いきます。せーの、ほい、ひー、強すぎるって。あ、でもそしたらでも、4点か。通さなくすればいいか。え、パワーが、あ、2点よ、こっちに。あ、クリじゃなかったからね。小さい字だ。目の前の2点に。くれよ、CB に。え、ちょっと目の前の2点に。ちょっと目がくらまない。素晴らしいな。じゃあ、すいません。ちょっと、そうです。これでも、ガーシャコ、目の、これがこうなってるんで。はい。これで、これ V 殴るでしょ。僕はここ3枚揃ったので、ちょっと、ターン終了。マジかよ。悪いやつ、いいね。熱いです。すっごいね。下がのドロ。さらばメイブル。強。メイブル。コール。ステファニー。来た。スティーブ前出すか。コール。お、ジュリアン来た。おい、バトルフェイス開始し、一気爆睡。おい、ステファニーのスキル、パワープラス5000。バンガードか。26000。バンガード。これで28000。これで2枚貫通。2枚貫通いいのか。いや、もうギリギリを攻めます。じゃあいきます。1枚目、はい、フロントトリガー。やばい、ギリギリだ。まあ、クリじゃなければ最後知らないから、ね、まあ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 、まあ、セカンドチェック。はい、おー、ノートリガー。君は、おー、テキスト、あれ、こいつはだな。これの子だ。ブルースを含む自分のバンガードがアタックがヒットしてたらパーシールドが1番5000上がるというか。あー、すごいですね。強いのだ。いや、でもまあまあ守れた。守られてしまった。いや、だが強いぞ。23000バンガード。そうなんだ。守れるわけがない。守ってきた。はい、ことはこのターン受けないってことだな。2万3000万守られるんだな、ここな。おい、あー、強い。いいね。1万5000シールドになりますね。えな。じゃあ、ターン終了です。おい、じゃあ、ちなみにここ2人は一気爆睡続いてるんで5000上がってます。どほー、えら。何が起こるってんだよ。賛成でやりますよ。何も起こんないだろ。安心すぎでしょ。あれ、うわー、あんのかー。いきますよ、グリフォギーラ。いや、マジステファニーに書き換えてよかった。まあ、初戦の3番。いいえ、私は3番じゃとどめない。ここ、うん、うわー。で、優勝マーカーを取ります。うん、まあ、この子先にポーランドを出します。ポーランド、何です。おー、どう、V がアタックした時にソウルに置いたらマンガードを出す。あ、なるほどね。優勝マーカー増えましたね。2万になります。なんか出てきた。どういうこと。満を持して気になってたんだよね。俺、始まります。何番すんのよ。見せてあげます、このデッキの真骨頂。こっちから4万1000番ガード。一発受けるしかない。おい、いっておきます。そう、あ、
アイグリーブですわ、でかいね。ちょっとまあまあまあ何が変わんないんですよ、やることはこっちは。まあ41万1000円でもこれが1万バンガード5000円、まあ2万8000円から1万5000円強い。やステファニー、ステファニー置かれたのが結構変わっちゃったね。うまいうまい、はい、あれね、ここマジ置いてみた。でもまだまだ、じゃあ次ははいグリフォギーラアタックします。で、まあオーランドをベストした時にじゃあオーランドの効果先に使います。はい、ソウルに入れて、いろんなことが起こるんだよ。はい、バンナーでアタックした時、うん、あのライドデッキから表のライアンカードを1枚選び除外するんですけど、うん、除外しなかったら、うん、ライドデッキからオーバートリガーを1枚選びます。そのトリガー効果と追加効果全てを発動させ除外し、リュージュマーカーのあるあなたのリアンガードサークルのエリアガードを全てスタートさせます。つまり1億をこっちに振って、まあ、ワンドローもね、はい、から入りますし、はい、ヴァンガードは、うん、スタンドさせます。はい、すごいよ、ね、そうすごいよ。でリアガードたちもスタンドします。トップスピールでも使いますか。いいよ、使いません。48000、うまぜん、これでまず4万。いきます。でん、からのでん、まだ次を見ていいですよ。いや、もう次を見るよ。この後かまだ殴るんだけど、もう一回テストしなくていいか。2万8000番があったのでちょうど5000要求。おテストしてもしなくても変わんないんで、いや、まあもしかしたら後ろからね降ってくるかもしれないからね、うん、もう1億2万8000かな。行けましょう。クリティカルは、あー、スティープやばい、俺、どの攻撃も受けづらい。そーん、まあでもね、やること変わんないんで。じゃあ、グリフォギーラ、はい、ヴァンガードにアタックしたとき、はい、あなたのヴァンガードがアタックしたとき、ソルグラスと一致することによって、すげえ、スタンドさせるんで、2枚とも、はい、スタンドさせます。これが、8番や。最低1万5000円。おっ、あと5000円は何したか。1枚目、いや、もうあと2枚いらっしゃらない。この5000円乗れ乗れ。今入れ、いや、もう通んない。でも通んない、ステファニーがいるからな。偉いわ。そういう話じゃないんだ。いや、でも言うて2000でしょ。うん、で、こっちが4万1000です。専用級じゃね。あれ、いやマジでこっちの地下がインターセプトだったらね。確かに。おお、ね、どういうこと。ということは、ということはシュートです。1億4万1000です。バズガーです。あ、よかった、これで5000件です。逆っす、俺の8パンが。いや、でも返し守ればいいんで、僕が。いや、ツインドライブしたんだよな、うん、2回。そう、2回ね、4枚増えてるんで。アンド、なるほどね。いや、でもこの辺で詰め、こう下げる下げる。わー、ジュリアン、そのための爆生ね、ロッテンファイティアタック、ジュリアンアタックし、バンガースイッチ、ダメージゾーン5あるのでパワープラス1万、2枚ソウルチャージ、何か鳥が入れる、そして1体攻撃、助けてくれ、今アービング、やばいの入ってんじゃねえか。選ばれたのは。そのためのジュリアン3万5000。すげえ数、はいはい、見てくれ。レッツジ3連星。レッツジ、まあ、きつそうな。守りました。が、抜くだろ、守れた。はい、確かにね。スティーブでブースト、アービングでアタックした時、ソウルブラスト1、
一気爆成なので1万5000円になります。4万1000円1点どうおーマジなんで繋がる乗るねドローはあるよじゃあ8000ブーストここがですね、はい、2万6000アタックシカウントロスチスタンド2万6000。うんこれがもしかしたら分水例だあれまだ残ってるおーガードだいいんですか、はい、でファーストチェックレギュラーライトドラゴンセカンドチェック生き残りたがりすぎるでしょ確かめよういやくぅわーすごい今回僕が作った時はこちらでございます、はいもうでもロマンを求めて非常に走りすぎじゃないですか完全にロマンを求めてまあどのね国家でもいいということなんで今回ドラエンを選ばせていただいたんですけど、うん、やっぱドラエンで使いたいってなったらここだったんですよ、うん、エスペラルイデアなるほどとやっぱりドラグベーダーが、うんうんうん、合わさると8回の連続攻撃ができるとこのね日は実は確かにねそう強かったそこが組み合わされば、うん、もう爆発力によってそれまではね、うん、あんまりもうグリフォーギーラ以外は、うん、ヴァンガードアタックせずにコントロールしつつで、はいはいはい、いければそうっていう感じで確かに横叩かれたくないそう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 爆発力メインの敵でございました、うんうん自分が使ったのは新しいブルース、ディアブロスリアマンスブルースですねはい、はい、まあまあちょっとどうだろうな今回は結構まあもう明らかに真野さんが姫名を出した時点で、うん、エスペラルイデアが最後のターンにめちゃくちゃ飛んでくるということが分かってたのでものすごいガード値を貯め続けていたんですけれども、うん、ステファニーも出してねそうまあここやっぱステファニーやっぱこの5000上がり続けるのはすごい強いよねとかそうですねまあジュリアン使ったり、まあ、結構ねこれいろんな過去団のディアブロス選択肢入ってくると思うので、うんうんうんまあトリガー個性はもうオセオセなんで、うんうんうん、もうドローとかなしでクリフロントヒールって感じでございます。まあいろんなタイプあると思うんでぜひ皆さん研究してみてください。はい。今回使ったカードは2月3日金曜日ブースターパック第9弾リュージ進行に収録されておりますので手にして遊んでみてください。はい。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。